はい、こんにちは、リンです。今回のリントレでは、レイチェル・プラッテのファイトソングを解説していきたいと思います。ぜひ歌えるようになるまで聞き取りのサポートとしてご活用ください。何か一つでもヒントになればと思います。で、ざーっと最後まで通して動画を見ていただいて、概要をつかんでから、ちょっとずつ歌う練習、その聞き取りをしていくっていうことをしていってみたらいいかなと思います。早速1番の A メロからいってみます。まず1行目ゆっくり歌ってみます。Like a small boat on the ocean っていう感じなんですけど、 Like a small boat って書いたんですけど、最後 boat っていう音が入ってます。 Like とあにつながるマークをつけてあるんですけど、子音で終わる単語とあいうえおみたいな母音で始まる単語が並んだ時には、はい、くっついてリンキングとかリエゾンと呼ばれるものが起きることがあります。 Like a small boat なんだけど、 Like a こう、 like の K の発音がクッククッっていう発音で、その次に来るあにつながって like みたいになるという仕組みです。子音と母音、 like a small boat っていうような音が入っています。で、 on the のところもつながるマークをつけてあるんですけど、こう on の N の音が上顎にベタッと下をくっつけて、んーねっていう感じで、で、その次の th、the っていう、the みたいな感じの th 下を挟むやつに行くので、only みたいになってるっていうことです。on the って言ってもいいけど、on the ocean ってこう早くなってるって感じです。もう一回いきます。like a small boat on the ocean.みたいな感じです。で、2行目ゆっくり歌ってみます。Sending big waves into motion みたいな感じです。振り仮名はこう、ふわりとかを確認するのに参考にしてみてください。で、振り仮名で口が慣れてきたりとかしたら、発音とかも気をつけたいなと思ったら、発音勉強したりとか、英語だけを見て、英語の歌詞だけを見て歌えるようにしてあげるといいです。で、この中で気になるところが、モーシャーンって書いたんですけど、日本語で馴染みがあるのは、モーションとか、なんか、おの音、モーションって書きますよね、カタカナで。だけど、発音記号を見たら、おじゃなくて、モーシャーンとか、いう感じの曖昧母音って言われてる、難しいやつですね、母音、英語の母音、あだけでもいくつかあって。で、その、手話とかって言われてる曖昧母音の、やつとか、なので、モーションってこういう口にしてしまわないで、結構シャーン、モーション。だから、オーシャンにかけて、語呂が良いというか、なんて言うんですっけ、こういうの。オーシャン、モーション、ラップみたいな感じで、その、なんか、くっつけるやつなんて言うんだっけ、これ。モーション、オーシャン、モーション、オーシャン。思い出した。韻を踏むです。韻を踏むっていう感じで、ocean, motion っていう言葉を持ってきたのかなとも思います。で、次のところが、like I was single word っていう感じなんですけど、ここも、like と how。how の h の音は子音で読むと、はっていう音なので、like のくっていうのと、はっていうのが繋がって、like how みたいな感じの音になってます。like how。で、次が、can make a heart.Open. I'm a lonely have one much But I can make an explosion 文字でいきます。 I'm a lonely have one much But I can make an explosion という感じで、マイトとオンリーにつながるマークをつけてあいてあげて、アマロンって書いたんですけど、t プラス ia はくっついて、ラリルレロみたいな音になることがあります。もう一度いきます。子音の t プラス iuo の音はくっついて、ラリルレロみたいに発音されることがあります。I might only でも間違いじゃないんですけど、結構アメリカの発音とかは、I'm a lonely have みたいになっているんじゃないかなと思います。t プラス o なんか聞き取れない、わかんないと思ったら、ラリルレロになってたりします。で、最後の行の、バラケン、ここも t プラスアデラみたいな音になってて、バラケン、make an explosion。ここのところ3つの単語がつながっているので、
ちょっと早いです。Make an explosion. Make an explosion. ここのジャンのところも、これは音が出るタイプのやつで、最初のモーションって言ったのと同じで、explosion って歌ってしまわないで、どちらかというと、ジャンのような感じで歌ってあげたらそれっぽくなると思います。それでは1番の A メロを 0.75 の速度に落としたテンポで一緒に歌う練習をしていってみましょう。YouTube は再生速度を変えることができるので、お好みで調整してみてください。スマホでもパソコンでも再生速度を変えることができます。せーの。で、Like a small boat on the ocean Send a big wave into motion Like how a single word can make a heart open I'm alone to have one match But it can make an explosion みたいな感じです。ちょっとキーが高くてこの椅子に座った状態だと結構歌いにくいんですけど、練習一緒にしてみてください。それでは B メロを見ていってみましょう。一行目ゆっくり歌ってみます。And all those things I didn't say という感じです。And は And が And が「ん」しか言わなかったりして、ここでは「ん」ぐらいしか言ってなくって、で、この「ん」からの All につながっていて、子音プラス母音でリンキングが起きていて、No, No って歌われてます。で、Those、ここ舌を使う TH の発音できたらしてみてください。No, those. そして thing. ここも th です。thing. そして things の s からあり。things は。things は言って didn't say. didn't の to が単語末の破裂音。ちょっとか、ぶっとか、ずっとか、ぐっとかは消えちゃったり、口ではその音を作っていても表に音が出ていないということがあったりします。didn't say, didn't say, didn't say っていう感じです。No, those things I didn't say. はい。結構ここ、発音までちゃんとしようと思ったら、とっても大変ですけど、ゆっくり歌うのをまずは楽しむことからぜひ始めてみてください。で、2行目です。Wrecking balls inside my brain のところなんですけど、Wrecking みたいな感じになってます。R ですね。Wrecking balls in, balls in で繋がっています。Wrecking balls inside my brain という感じです。で、次の行なんですけども、ゆっくり言ってみます。I will scream and love tonight という感じで、I will が I will みたいになってて、scream them なんですけど、この多分 th がなくなっていて、m から m、こう、them を m って言ったりとかしますよね。なので、screamem, screamem っていう風に歌ってると思います。ミュージックビデオを見ても、screamem っていう風に口が動いてました。パタパタって。で、loud tonight なんですけど、loud tonight、loud の d に抜点してあります。同じ音の子音や同じような子音の音が並んだ時には、手前の子音が脱落を起こして発音されなくなったりするリダクションというものが起きることがあります。loud tonight なんですけど、loud tonight, loud tonight って歌ってあげれば大丈夫です。すごいそれっぽくなると思います。リズムにもハマるし。I will scream and loud tonight. で、最後の行です。Can you hear my voice this time? Can you hear my voice this time? という感じで、N と Y でつながるマークをつけてあります。Y も手前のシーンとくっつきやすい性質があるので、New, can you hear my voice? できればここの V の発音も、voice って言ってしまわない。voice じゃなくて、voice, voice っていう風にしてあげるのをぜひぜひやってみてください。で、this time, this time, th の音です。私もそんなに難しい発音はわからないですけど、こう、目で見て、歌詞で見ただけで確認できる発音、V とか TH とか、それだけでも気をつけてあげるとすごくいい感じになります。ボイスじゃなくって、ボイス。ボイスじゃなくっ
で、voice。では B メロを一緒に歌っていってみましょう。Nasals からです。せーので、Nasals things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream and loud tonight. Can you hear my voice this time? みたいな感じです。さあ、それではサビです。行ってみましょう。一行目ゆっくり歌ってみます。This is my fight song.This is my fight song. という感じです。This is で繋がっています。で、fight song って書いたんですけど、つみたいな音になっていて、子音の t の音は、みたいな音なので、でそこから s に繋がって、そう、そう、みたいな音になってます。This is my fight song. で、2行目。Take back my life song. Take back my life song. という感じです。できれば、life の f も f の音さっきの v と一緒なんですけど、life じゃなくて、life。life じゃなくて、life してあげるといい感じです。で、3行目が prove I'm alright song です。prove I'm alright song という感じです。次、2行ゆっくり歌ってみます。My power's turned on starting right now I'll beという解説もう一度いきます。 My power's turned on starting right now I'll be strong という感じです。 turned と on でつながってて turned on turned on みたいになってます。そして I'll be って書いてたんですけど I'll be I'll be 下上の前歯の裏にくっつけてI'll be ってしてあげるといい感じの音になると思います。I'll be じゃなくて I'll be。で、最後の行です。I'll play my fight song! I'll play my fight song! メロディーちょっと覚えにくいなとかいうのがあったら、こう音符みたいなマークで点で打ってあげたりとかすると、自分でこうメロディー感覚で捉えやすいかなと思います。目で見て。I'll play my fight song みたいな感じでいろいろ隠しカードをプリントアウトしていろんなことをメモして自分で歌えるようになるための近道をできるようなマークとかをいろいろつけてあげるといいと思います。サビの続きです。ゆっくり歌ってみます。 And I don't really care if nobody else believes みたいな感じです。And I don't really care if nobody else believes という感じで、リズム、洋楽もリズムがすごく大事なので、こう、リズムにはまるといろんなことがすごくかっこよくなります。リズム、ふわり、ぜひ大切にしてみてください。で、そのリズム、わかりやすくリズムにはまるように振り仮名もできるだけ工夫をして振ってあります。で、次のところ行きます。Cause I've still got a lot of fight left in me という感じで Cause と I've のところでつながって Cause I've, Cause I've みたいになってます。 Cause I've そして A lot of fight left in me 最後の行なんですけど A lot of は A lot of, A lot of みたいな感じになっていて Of の V と Fight の Fa ここの F のところが同じ音のシーンが並んでいます。なのでA lot of fight ってやるとすごく大変ってなるんですけど A lot of fight, A lot of fight ってリダクションしてあげると楽です。 A lot of fight left in me ここはレフリンとかじゃなくて left in っていう風に発音されています。 left in me。 ではサビを歌っていってみます。ちょっと高いので大変ですけどいってみます。 This is my からです。せーので、
それでは2番の A メロを見ていきましょう。まず1行目ゆっくり歌ってみます。ここの部分2番の A メロすごい好きです。 Losing friends and I'm chasing sleep Losing friends and I'm chasing sleep っていう風にフレンズとアンドとアイムがつながって1個の単語みたいに固まっているのでちょっと聞き取るときに大変です。 Friends and I'mFriends and I'm みたいになってます。次のところです。リズムも気をつけたいところです。Everybody's worried about me. Everybody's worried about me. という感じです。で次の行が In too deep. Say I'm in too deep. という感じです。もう一度いきます。In too deep Say I'm in too deep 次のところがちょっと入るのが早くて大変です。 And it's been 2 years I miss my home And it's ここが早いです。その手前が Say I'm in too deep And it's been っていう感じです。And it's been 2 years I miss my home. 次のところも出だしのところがちょっと入るのが早いので大変かなと思います。There's a fire burning in my bones. But there's a fire burning in my bones. という感じで、But there's a, ここ、リアクションが起きたり、リンキングが起きたりしていてちょっと早いです。で、最後の行です。Still believe, yeah, still believe. これ V が出てきます。Believe, believe じゃなくて believe, believe じゃなくて believe. これをやってあげるといいです。では2番の A メロを歌っていってみましょう。Losing friends and I'm color です。はい、Losing friends and I'm chasing sleep Everybody's worried about me In too deep Say I'm in too deep And it's been 2 years I miss my home There's a fire burning in my bones Still believe Yeah, still believeみたいな感じです。せーので、 Like a small boat On the ocean Sending big waves Into motion Like how a single word Can make a heartI'm alone, I have one match But I can make an explosion せーので、 And all those things I didn't say Wrecking bones inside my brain I will scream and loud tonight Can you hear my voice this time? This is my からです。せーので、 This is my fight song Take back my life song Prove I'm alright song My power's turned on Starting right now I'll be strong I'll play my fight song And I don't
はい。A losing friend and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, still believe.はい、お疲れ様です。気がついたら英語の部分、あとは同じところが出てきたり、ちょっと歌い回しが違うところが出てくるという感じで、英語の部分は全部拾い終わってました。これで終わりです。あとはいっぱいレチェプアテの歌を聴いて、口を鳴らしてゆっくりから徐々に速くしていって、標準のスピードで歌えるようになったらもっと速くして自分に負荷をかけて、で標準のスピードに戻して歌うという練習をぜひぜひぜひ繰り返してみてください。 BTS のダイナマイトの練習用動画とかで、1番とか A メロとかこうサビとか B メロとかで個別に出してる動画があるんですけど、あの練習方法がスパルタのあの練習方法が歌えるようになるための近道だと思っていますので、ぜひお試しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。またね。